桶狭間の戦いに勝利し、一躍天下争いに躍り出た織田信長は天下布武を掲げ上洛を目指す。その一手として独立した三河の徳川家康と同盟、また近江の浅井長政には妹のお市を嫁がせた。さらに前室町将軍の弟足利義昭を擁して、妻濃姫の実家である斎藤家が治める美濃へ侵攻する。対する斎藤は畿内の諸勢力や大和の松永久秀と連合、信長の勢いを止めるべく稲葉山城で攻戦の構えを見せる。難攻不落の稲葉山城を舞台に行われる覇者決定戦、この戦で戦国のもう一つの星が輝きを放つ。織田の将、信長上洛戦。お市様のお越し入れも相なって、浅井家との同盟も滞りなし。これで美濃の斎藤、近畿の松永やっつけて、信長様が京に上りゃ天下に号令できるってもんだ。めでてえな。年家殿。常ならぬ乱世、故に常の情けや人の心は捨てねばならぬ。うぬの向こう、信長がうつけならば殺せ。はですが父上。もし信長がうつけでなければ、この刃父上に向けることになりましょう。常ならぬ乱世、故に心は捨てねばならない。あのお方が天下を滑るまでは。この好機逃すべからず、すべて打ち破り一気に上洛する。この戦猿に任せて。ははっ、必ずや手柄を立ててみせまする。わしゃ敵の命は攻めとない、心を攻める。マロイチ、あれに行くね、手伝ってくれ。おう、任せとけ秀吉。いよいよあの策のお披露目だな。さんのため妨害しちゃうぜ。我が剣は心を切るためにあるのです。しまうとは。ドラえもん
様と勝負。切り進む。戦なき太平の世を見るまで。敵将ヴィレムシタは。欲しいの。勝利の女神ってのは存在するんだな。こちらの繊維を折ったのが見事。さすが信長様の下には人材が揃っている。私も早く手柄を立てねば。兵は軌道なりってね。この隙に信長の首もらっとこっかな。秀吉殿が攻めに出られるならば、私は信長様をお守りします。策、手はず通り策を実行せよ。敵の工作品が妙な動きを見せ、叩き潰してくれるわ。雨がしたしろ。誘うような動きをするわ。やっぱり兵が伏せとったか。光秀殿、よく兄上の危機を救ってくださった。信長様こそ天下を治めるべきお方。我が身を挺して守ってみせます。敵将討ち取ったい。雨がしたしろ。敵将討ち取ったい。敵ぞ、二重の策っちゅうやつじゃな。
黒田官兵衛とか言ったが、やるの？秀吉、私の策を看破するとはな。あの秀吉なる男を撃てば戦局は変わる。開門！小寺の軍師が出てきよったが、あの男なんとか味方にできんかの。天に立てつき世を乱す火種消そう。信長は姫様が殺すのを知ってて攻めてきた。やっぱ俺はあの男を好きになれないな。それに比べてあの秀吉って人、一夜城で敵戦意をくじくなんてやるじゃん。頭のええお前さんならわかるじゃろ。時代は織田に、信長様に傾いてる。降伏して織田に来てくれんか。そしたらまさに鬼に空棒なんじゃ。勘弁、勝負ありじゃ。織田に下れな。仕方あるまい。敵を、しかもあの陰険ネクラ軍師を振幅させちゃったよ、あの人。やるね。一夜城建築といい、官兵衛の降伏といい、彼ら無駄に抗っても無駄か。今より我ら美の三人衆織田へ味方する。開門！おお、ありがたいの。信長様は決して悪いようにはなさらんで。美の三人衆まで寝返っちゃったんだ。この流れを作ったのも秀吉だね。雨がしたし、余裕を見る助出しに参上。決まったかね。斎藤辰興はこもったまま三の丸に火を放ち炙り出す。切り進む。さなき大兵の世を見るまで。
火をつけるとはね。こうなればやけじゃ。全軍突撃。ちょっと達沖様、それじゃ信長の思うツボだって。開門。変わらない斎藤に価値はない。だから徹底的に壊す。そういうことでしょう。ならば、ウヌの覚悟を示す。姫様は斎藤を責めるだけでも苦しいの。いつまでも変わらないよね、あなたは。姫様は変わっちゃいましたね。あの男のせいですか。ついでいるお方だ。助けに来んとまずいんじゃないのか。開門。欲しいの。その挑発乗ろう。ゆけ。今こそ奴を撃ち取る好機なり。一旦手を組んだだけ。阻止部をやめて。いかん、信長様が敵陣に突っ込んどる。急ぎ周囲の敵を撃破するんじゃ。
はい、信長様のお人が悪い。雨がしたし、よく三人衆剣山、信長上洛はさせん。そう構えるな、お前はただの小悪党だ。隠れて戦況を伺っていたか。昔全て絶やせ。もっと欲しいの？切り進む。戦なき太平の世を見るまで。光秀殿、頑張って。織田浅井良子殿、今後もよろしく頼む。これは長政、私のようなものに過分な言葉です。早き勝負討ち取ったれ。ここは引かせてもらうわ。我が部に挑め。やるなら徹底的に痛めつけて。敵将撃ち取ったれ。楽しませ。無駄よ。欲しいの？かほどの豪の者がいようとは。そう構えるな、お前はただの小悪党だ。参るか。のほど知らずめ。敵将ひれ伏したわ。耐えきれん、引かせてもらう。敗の運命もこれまでだ。煮るなり焼くなり好きにするがいい。もう天を手中に収めたつもりか。信長、我が敗をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。うぬの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみだ。